竹橋島にやってきました。なんかこのマリンジャム工事してるみたいで、臨時駐車場ですかね、ここは。海洋町海洋自然博物館マリンジャム。でこのブルーマリンっていうのが遊覧船があるようですが、今日はねこの波ですから多分運航してないですよね。この海もめちゃめちゃ綺麗ですね。これそうなの？そう、あの餌付けされてるんじゃないですか。ピューってきたのよ。あ、ほらほらタイがおばあめがけて寄ってきています。やっぱり若い女の子だから、うん、自身じゃない。なんか言ってんやつしかも体を浮かせてよ、アピール、自己アピールすごいね。これイソ遊びをされる皆様へ、トコブシ、アワビ、サザエ、チャンバラなどを取らないでください。つまり取れるということ。そうそう、そういうのが取れるということですよね。そっち行ってもしょうがないからこっち行こうよ。まさに化石レンコンですよねこれ。この柱状の化石レンコンが立ち上がってるから竹のように見えるんでしょうね。だから竹ヶ島というんじゃないでしょうか。これおばあ怖がってきません水戸港湾にやってきました。ここへ来るまでがすれ違いないようなかなり険しい道でしたので要注意なんですが、めちゃめちゃ綺麗です。しかも誰もいない。はいはい、水目本当この寒いのに泳ぐんか。めっちゃ綺麗です。なんか橋食い岩みたいですねこれ。あ、ここまで。おお。はい。あ、そうなの。はい。いや、なかなかのとこですね、これは。こういかにもという感じですね。こう浸食された感じで、こうオーバーハングしたところとか。素晴らしいじゃないですか。はい、こんな感じでした。いや絶景だわ。密漁禁止、つまりアワビとかが取れるということですよね。で駐車場もね、はい、広くて止めやすそうな駐車場があって、途中の道は険しいけども来てしまえばとってもいいところですね。こっちから降りられるんですね。はい、降りられるようになってますが、おばあは行く気ないようです。では戻りましょうか。でも綺麗なところ、はい、綺麗なところでした。室戸阿南海岸国定公園。はい、絶景ですよこれ、大絶景。
あ、やっぱり波が高いんで濁ってますね、はい、でも本当綺麗なとこでは、あそこはあの漁船が止まってるところ、あの港になっててですね、そこであの海賊料理が食べられるような浮島ができてました、はい、いや多分だからあれを揚げて即食べられるんじゃないですか、いや綺麗なとこだわ、獅子喰い浦の化石レンコン、国指定天然記念物、約4500万年前のこの頃この地域は深海にあった、地震などが発生した時に土砂が海底に一気に運び込まれ、海底の表面に凹凸の模様を作って土砂が溜まり、それが積み重なり地層となった、その後隆起して陸地となり今のような状態になった、はい、ということです。この壁が、地層が立ち上がっていますね。海に水平に積もった地層が垂直に立ち上がったと、はい、これが化石レンコン、獅子喰いの化石レンコン天然記念物、これが獅子喰いの化石レンコンだそうです。いや本当にね、垂直になるまで立ち上がったわけですよね。でフィリピン海プレートのせいですか、すごいねこれ、わそうそうそう、ね、ペンション獅子喰い、テニスコートもありますね、今工事やってますね。ペンションまで来ました。でこのペンションの駐車場から浜に降りられるので、これを行ってみます。あれのことかな、いやまさにこのペンションとプライベートビーチっていう感じの浜ですね。であれが化石レンコンじゃないかと思うんですけれども、これ泳いでいかないと見えないよね、そんな感じのところです。